コベントガーデンの路房伝道野外説教、屋外説教、路房伝道、とは、公の場で、福音伝道メッセージを宣言することである。それは、宗教的、社会的なメッセージを伝えるための古来の方法であったが、今日、通常は、キリスト教根本主義、福音主義、福音派と結びつけられる。活動に、軍隊用語を使う、旧政軍は、 野戦、野衆と呼ぶ。ギターや、ブラスバンドなどの楽器演奏や賛美歌、ゴスペルプレイズアーシップソングの歌唱、タンバリンやフラッグなどを使った、ダンス、トラクトなどの文書配布などを伴うこともある。ジョージ・ホーイット・フィールド有名なメソージストの説教者、ジョン・ウェスレイとジョージ・ホーイット・フィールドは、屋外で説教をした。それは、多くの建物よりも、 大群衆を集めることを可能にした。聖書の例では、ニネベに行き、しぶしぶながら、神のメッセージ、もう40日すると、ニネベは滅ぼされる。と伝えたヨナの記事がある。他の例は、主イエス・キリストの山城の説教、使徒パウロのアテネ人への説教である。ありがとうございます。